ただいま戻りました。行きました。遠いね今日は。コメント出てきたよ、みんな。今日はなんでショールームしたかというと、やることがなくなったからです。なんかしかもなんかやってないとめっちゃ食べちゃうんですよ、なんか今日。だから食べたくないからショールームしようと思って。ちょっと暗い。よいしょ。おお、明るいじゃないか。私の部屋ってめっちゃ暗くしてたんだね。なんかちょっと斜め、もしかして、もしかしてだけど斜めですか。なんかめっちゃ見えてるの嫌だね。これかベッドの端っこに全部追いやる。ちょっと近くにすればいいんだけど、なんかもうペットだから。画質良くなったって言われた。明るいからです。タワー気づいてる？気づいてなかった。くまさん、フルさんだ、ありがとうございます。遠い、マジで。すごい、なんかこっちが空いてるね。こんなお布団が見えちゃうね。髪色変えましたか？変えてないんじゃない？変えてない。いつ髪色変えたっけ。美容室。1週間ちょっとぐらい前に変えましたね。もうだいぶ抜けたけど綺麗な色今。ずっとショートにするの？さあ。髪はブリーチしてるの？さあ。今の髪の美容室で何色って言ってる？紫。紫にしてもらってます。で、落ちてこの色。落ちた色が可愛いんです、紫って。でも毎日カラーシャンプーとカラートリートメントしてる。可愛いよねこの髪色。紫は本当に落ちても可愛いですし、この色が長い、一番長い。入れたてはなんかめっちゃね、原色紫みたいな感じなんだよね。ね、入れたての色ある。こんな感じ。
もう原色紫みたいな感じなんですけど、わかる？入れ抜けたら、あ、でもなんかちょっと色違うかも。あ、そうそうそう、みんな見て、この前さ、この前ショールーム見た時にさ、口角こっちが上がらないですみたいな話してたじゃないですか。ちょっと上がってきた。まだこっちの方が上がってるけど、ちょっと上がってきた。嬉しくて嬉しくて。ね、ちょっと上がってきたよね。あ、よかった。本当によかった。本当によかったと、もう心から。マジよかった、本当に。まだもうちょっとこっちの方が上がるから、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張ります。ゆきちゃんがラジオ聞いてほしいんだって。だって、みんなゆきちゃんのラジオ聞いて。あ、今聞こう。何、どこでやってるの、ゆきちゃんラジオ。あ、あれのやつ。え、どれのやつ。どれのやつ。何、今やってんの。とっとっとでやってるやつ。 YouTube でやってるやつ。あ、サブチャンでやってるやつだって。やってるやつだってみんな聞いてあげて。え、あれってさ、リアルタイムでやってんの。何、とっとと。とっとになった。これナイトトーキング読めん。ローうん、それそれ、メンバーにお便り送ってほしいらしいだって。うーん、ルーティーンだよルーティーンね、ルーティーン、ナイトトーキングルーティーン、聞いてあげてください。皆さん、私サブちゃん何もしてないんだよね。みんななんかめっちゃラジオやってるね。ラジオばっかだ。ゲームか歌かラジオか。はい、なあいみょんは聞いた。あいちゃん、サブちゃん何もせんの。何もしてない何もしない、してない。なんかちゃんと企画としてやんないとだよね。ゲーム実況出てほしいかも。私ゲームしたらうるさいよ。 T2 メンバーに挨拶しありがとう。なんで知ってんの。ありがとうございます。いいですよ。一気3人で下のラジオに出てほしい。出たい。出して。
ゲームよくやるの。あのね、マリオ系はめっちゃやってた。任天堂さんにお世話になってた。 DS 全部全種類と Wii とスイッチ Wii U とか。は持ってた。家実家にあった。マリオパーティー2はやった。やったやったね。マリオ系は全部持ってたな。マリオカート上手だよ私自分で言うのマリオカート上手だよ、うん、マリオパーティー楽しいよね。なんかすごい家族でやってた。よくあのクリスマス会とかエミリーが圧勝しとった。え、誰がやっとった。なっちゃんめっちゃ下手っぴだよね、マリオカート。なっちゃんいなかった。なっちゃんいた。とエミリーで参戦してほしい。集まりはやってました。マリアちゃんと小田ちゃん、うーん、マリア上手そう。最初はエミリー、なっちゃんとひなた。へー、ひなたできるんだ。エミリーはなんか何でも上手だよね、ゲーム。何でもできちゃうイメージ。一周差の半であって負けてたよ。やば。マリオ聞いたらユニバのマリオ行きたくなったあそこすごいよね、楽しい。あそこ最近はですね、あの朝早くに起きて、あのお掃除をする朝早くに起きて、あのディズニープラスを開きまして、テレビであのディズニーのプリンセスの映画を流しながらお掃除をするというのが最近のマイブームですね。あの歌いながら掃除したり、ご飯作ったり、お洗濯したりというのが最近のマイブームでですね、はい、楽しいです、すごく。優雅な朝、ね、そう、優雅な朝をね過ごすっていうのがちょっと今目標ですね。でもそれ終わったらぐーたらしちゃうんだけどとっても優雅な朝を過ごすというのが目標で頑張っております。もう一回もうね、何回もいろんなの見てるからね。
セリフもたまに言えちゃったりしてね、もうびっくりしちゃうね、自分でも。エミハズ同棲は長続きしますか？すると思いますよ。ディズニープラス見るとディズニー行きたくない。そりゃな、本当にそう。昨日はあのトイストーリーを1から4まで見ました。トイストーリーはいいですね。私3が一番好き。なんか今明日何を見ようかなというなんかその感じなんですけれど、どんだけ見てる。昨日はあのね、その6期生のニコ生配信を見に行くまで私は何もなかったんですよ。だから朝起きてトイストーリーつけて、あのトイストーリーを見ながら生活して、メイクとかも全部お家で済ませていきましたから、うん、ずっとトイストーリーが流れてました、お家で。ちょっと何見よう、本当に。魔法にかけられて、かわいい。魔法にかけられてこの前見ながらお掃除したんです。一人でやば。鳥さんたち来なかったんですけどね。全然来なかった鳥。鳥が来なくて悲しかった。動物たちが来なくて悲しかったですね。やっぱ私はプリンセスじゃないんだと。でもまあプリンセスになった気持ちでお掃除してました。ラプンツェルみたいよ。ラプンツェルやば。ラプンツェル、ラプンツェル、髪の毛下ろして。ラプンツェルもこの前見たな。アナ雪見ようかな。いつも歩いてたらハトが寄ってくるんだけど、うわもう天才じゃないですか。お友達なのハトと。いいなぁ、ハトさんおはようって言って。やば、アナ雪2の歌好き。うん、良いね。かっこいい。なんかもう歌の力強さかっこいい。実際近くで見たらホラーかも。ハトを？すごい、こうやってハトに喋りかけてる私を。金曜ロードショー、トイストーリー3とトイストーリー4だよ。6月か。でも金曜ロードショーじゃなくても見れちゃうっていうね。
真夏に近所アナ雪歌いながら散歩してて溶けるよってなっちゃうんだ。ははわろ、オラフの歌歌って。誕生日ケーキ作っ、誕生日ケーキ作って写真を送る。嬉しい。私の誕生日ケーキを作ってくれるの？嬉しいね。ありがとう。ララポート福岡行った？行ってないです。行きたいです。ずっと行きたいんだけど、なかなか。オラフかわいい。かわいいです。美女と野獣好き？美女と野獣は一番好き。ちょうど今日子供と行ってきた。いいな。もう本当に早くあの大きいガンダムと写真撮りたい。いいぞの釣り場。マジ怖かった。怖い怖いってことかな。怖くないよ、あれ楽しかった。でもマジぶつかりそうで、ぶつかるって言いながら私やってた。乗ってみたいって言ってる。釣り竿乗ってください。楽しいよ。ララポートには釣り竿ないです。ララポートはガンダムで、釣り竿はあのイーゾです。週末ディズニー行くけん同じところで写真撮りたい。この間のディズニーインスタ載せて。この間のディズニーはディズニーランドに行ったんだけどね、載せるね。でもあんま写真撮ってないかも。どうせあんま載せらんないだろうなと思ってね、あんま撮ってないんだよ。あと本気じゃなかったからあんま撮ってない。やっぱさ気合い入れてない時ってあんま撮んないんだよね。いつ行ったっけな、だいぶ前なんだよね。3月とかに行ってるわ。ガストンがいたのさ、その時ね。かっこよかった、ガストン。ガストン、かっこいい。ガストンがいた。気なしてる、ガストン。ガストンがね、シンデレラ城の前にいたんだよ。でね、なんかその時にあのお誕生日の何歳だっけ、3歳か4歳ぐらいの女の子がいて、お誕生日のシールつけてたのね。そしたらガストンがみんな知らない知らないって言って、知らない知らない人はちょっとあのね、ガストンはあの映ってないわ。美女と野獣のキャラクターなんですけれども、なんかそのなんかその普通に歩いてて、あのその3歳か4歳ぐらいの女の子のこの誕生日のやつを見て、はあ、誕生日なの、何歳みたいな、何歳、2歳、3歳みたいなやってて、でおめでとうってチュッてやってたのがかっこよかった。それを見て私はぁーやっそーってなってた。もう本当になんかもうちょっといい人であれ。かっこいいんだよ。
それを見れたのがめっちゃ嬉しかったのってなったわかる？これはちょっとみんなわかる？なんか本当になんかさ、物語の中でもこんなにいい人であってほしいって思っちゃったよね。ってぐらいめっちゃいい人だったガスト。優しい。ポーズ取った後も見て、いい？じゃあやってくれた。はあ、誰？いい！ってなった。こんな感じです。こんな感じになります、私たちは。あとは、3匹の子豚と写真を撮った。3匹の子豚がね、このなんか2人と、明るすぎるな。2人と1人だったのね。やっぱコロナでさ離れていたんだけど、最初こっちで写真撮ったのね、2人いる方で。でそして1人の方でもう一回写真を撮ろうっつって行ったら、こうやって写真撮りに来たよって呼んでくれて、あ、ひょっこり来ました、はい、最高フォーショット、かわいかった、優しかった、めっちゃかわいくない？もう、もう一部始終もずっと、はい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 、もう、あー楽しかった、本当にこれは大天使、豚ちゃん大天使、マジか、ひょっこりなんてある？しかも本当にさ、本当にちゃんと距離取らなきゃいけないから、最初ひょっこりな時さ、最初ここにいるじゃん、最初ここにいるのに、ひょっこり来るときに、ちょっと待って、ひょっこり来るときどん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 外に行ってくれてて、いやー、でもここまで、ここまで行ってくれて、二人ともめっちゃ端っこ、かわいい、愛おしかったです、愛おしかったです。あとはもうね、ガストンが見る、ガストンが鏡にするやつで写真撮ったりとか、もうお城の前で写真撮って、あとはベルのお家の前で写真撮った、あとなんか隅っここのね、美女と野獣の空間最高すぎた。この、ここの画角も良いね。正面からがやっぱいっちゃい、あとね、なんかその、この、なんだっけ、このさ、アトラクションのみんなが出てくるところ、美女と野獣のアトラクションのみんなが出てくるところの道のところから斜めからの写真も良かったよ。正面、あとはチップとデールのお家で写真撮った。
プと出るのうちかわいい、マジで。チップと出るのうち本当に好き、かわいくて。乗せなきゃね。ずっと乗せてないもん。あと一個かわいいの、バズに興奮するハズキ。あ、バズバズバズって言うんで、かわいかった。このハズキ、あとね、ミートミッキー当たったのよこの日。ミッキーと写真撮った。わかる、チップと出るのお家が一番好きって。かわいいよね、チップと出るのお家。なんてないタイミングでの写真。これはドナルドのお家のなんか斜め前くらい。ミートミッキーはとっても良かったよ。やっぱ距離感あるけど、もうミッキーってなった。めちゃめちゃ優しいよねミッキーって。最高にかっこいいし、すごいね、いっぱいね、終わってからね写真撮るじゃん、ミートミッキー写真、ミッキーと写真撮った後にね、ミッキー投げちゅうしてくれた。ありがとうございます。ちゃんとこうやって受け取って帰ってきた。受け取って、あの、返して帰ってきた。もう楽しかった、本当に。ギリギリまでずっと手振ってくれるの、しかもこうやって。もうそんなん、こっちもこっちもね、こんなんなっちゃう。もう一生帰れん。ってなる。もう本当に、本当にミキってなる。もうみんなにこれをうまく伝えられん。伝え、分かる人にしか分からんよな。伝えたい。ミッキーは本当にイケメンなんだ。もう見習って、私も頑張ろうと思う。あとなんかあるかな。あんまない。もうなんかそんな感じ。そんな感じです。ちゃんとちゃんと行きたいんだよね、本当。見てこの葉月かわいい。この葉月めっちゃかわいい。何されとるか分かってないけど。この釣られてるさ、この釣られてるって言ったらあれだけど、釣られてるお花、釣られてるお花を このミッキーの形なんだけど、なんかこう釣られてるお花をここに置いてミッキーみたいな感じで写真撮ってあげたのね。なんか何されてるか分からんけど笑っとって可愛かった。もうそんな感じですね。皆さんついてこれました？アホイのファンさんの良さはミッキーから来てるんだ。そんな感じでございます。すごい、あのクマさん来ててマジ申し訳ない。ケイスケくん
え、このさ、あのパンダみたいなやつもさタワーなの？じゃあでどうし、かんさんにな。まあ、ついていけないですよね。みんな本当にごめんなさい。私の私のディズニー愛についてきてください。みんなで一緒にディズニー行きたいね。来月のランドで参考にする。週末シーンの歯めっちゃどっちも言ってるの ずるいじゃん。いいな、私も行きたい。 C 行きたい。葉月がね C 行ったことないんだって。だから葉月と C 行きたいねって話してんだよね。行きたい本当に。久しぶりに C に。てかさ、トイストーリーホテル行きたいんだけど取れなすぎる。あれ何、7月まで埋まってたよ。あれどうやって撮るの？トイストーリーホテルすごくない？あれめっちゃ調べちゃってさ、誰か行った人いないのかな？トイストーリーホテル。おいさらんへんよ、ラドさらんへんよ。トイストーリーホテル行きたーん。トイストーリーホテル外見だけで感動。ほんとにそう、バスが大きいね。なんかあれさ、おもちゃよりちっちゃいってもうさ、どういう状況なんだろうねめっちゃちっちゃいおもちゃになっちゃったってことじゃん、うちら。ね、人気なの？そう、オープンしたばっかりで人気なんですよ、とっても。スモールライト使われたかな、なんて。もうアニメがごちゃごちゃすぎて。ガンダムとどっちが大きいかな。どっちなんだろう。同じぐらいなんじゃない。手ぐらい大きかったけどどうなんだろう。わかんない。どっちもちゃんとした大きさ知らないから。エルのドラマ見てる。見てるけどさ、今日じゃんね。そういえば何時から？そうだった。でも私あのあれでも見る、いつも見逃しでも見てる。2回ぐらい見てる2、3回見てるよいつも。もうすぐ始まるよ今さ。テレビのない部屋にいる。悲しい。もう、うん、後で見ます。まあ、やば。痛いな。もう今頭がもうドラマみたいな。
葵ちゃんサッカーとか見たりする。はい、見ます。なんだと、スキピに告白されて今待ってもらってるの、付き合ったら報告する。いいな、幸せな時じゃん。スキピに告白されるって何、そんな幸せな世界線どこ、いいな、おめでとうじゃん、楽しみだ、報告待ってるよ。いいな、いいな、もう超幸せじゃん今。すぐ OK しなかったの、スキピの。やっぱそれもそこもじらすの普通って、わかんない何何何何何、自分のスキピでしょ、スキピで好きなんじゃん、告白されて、えっ、いい、オッケーオッケーオッケーってなんないの、何何何、ちょっと告白、じゃちょっと待ってって言うの、何、なんでなんで、え、みんなそんな感じなの今、何何、どういう、どっちどっちどっちな、どっちとかじゃなくてさ、え、ちょっと一回待つの、一回ちょっと待ってね、されて驚いちゃって考えるって言っちゃったって、かわいい、かわいいね、まあ、びっくりだよね、自分の好きな人からさ告白されちゃうね、そんなことあるってなっちゃうよね、わかる、あ、口早い、私めっちゃ早くてじゃん、めっちゃわかる、あのその状況になったことないかわかんないけどめっちゃわかる、想像でめっちゃわかる、もういいな、青春だね、かわいい、若いね、若いねって言っちゃってるけど私ちょっとよくわかんないんだけど、え、いつ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 、それってさ、いつ、え、いつ答え出すの、わかんない、いつ答え出すの、だって次会った時にさ、向こうさ、え、まだかなってどう思ってんだろう、え、あのタイミング大丈夫だったかなとか思ってんでしょ、多分向こうがさ、向こう、その相手の人はさ、その、こっちが好きだってこと知らないわけじゃん、すごいね、それいつ次会った時にさ、私も実は私も好きですって言うの、何何何、あ、明後日会うからその時言いますって、いやー明後日、もうすぐすぐじゃん、すぐじゃん、やば、いいな、明日明後日、じゃあ5月25日が記念日だね記念日5月25日です、おめでとうございます、最高じゃん、かわいい、いいな、めっちゃなんかみんなのそういう幸せな話たくさん聞かせてたくさんお願いします、5の2乗じゃん、ほんとだ、5の2乗じゃん覚えた、すぐ覚えた言葉使おうとするから、ね、5の2乗じゃん、いいな、頑張ってね、緊張するよね、なんていうの、すごい、え、そうやって、そういうのってさ、なんていうのが正解なの、この前の返事なんだけど、私も実は好きだったんだよねってえー、
よろしくお願いしますって。こんな感じなのみんな。なになになに、なんていうか考えてって言ってる。ほらみんな、みんな考えよう一緒に。じゃあこんな感じで言ってるのかなみんな。ニヤニヤしすぎって言われて。みんなこんな感じ。あ、これ正解か。私が今さっき言ったの正解とかない、正解とかあるのかって言われた。正解とかないんか。そうか、そうだよね。思いのままに、思いのままにがいいんだ。やっぱり素直に言うって、素直に言うのが一番いいんだって。頑張って素直に。素直に言うのが一番、素直にちゃんと自分の気持ちを伝える。シンプルに私も好きがいいだって。うわ、やっぱ好きって言った方がいいんじゃない。私も好きってことを伝えた方がいいんじゃない。なんかあんま軽すぎるとね、違うくない。それはなんかその二人の中にもよるけど。かわいい。この前急に言われてびっくりしちゃったけど、私ももちろん好きとかだって。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。そうだ、この前びっくりしちゃったけどっていうのを言って。めっちゃかわいい。びっくりしてたんだってなるのめっちゃかわいくない。びっくりして言えなかったんだけど、めっちゃかわいいじゃん。私も好き、これからよろしくお願いします。頑張れ頑張れ。待たされた時点で振られる恐怖に怯えちゃう。怯えちゃうって呼んでる、これ呼ぶだってよ。だからその待たせたのをちゃんとその本当に考えたっていうんじゃなくて、あの自分がびっくりしてその時言えなかったんだけどっていうのをちゃんと伝えてください。自分も好きだよってのもちゃんと伝えてください。楽しい、こういうの大好き。私より浮かれてて可愛いっていう。やばい、私が一番浮かれちゃってる。そんな人のこういう話ね、めったに聞くことないからさ、嬉しくなっちゃうね。頑張ったね。まあでもさ、告白されてるからさ、もう成立するのはもう確定なわけじゃん。だからまあ何言っても大丈夫だよきっと。でもちゃんと伝えることは伝えた方がいい。あー楽しい。とても楽しい。私たちも浮いた話を提供したいのにね。してよしてよ、結婚するよって早く教えてよ。ルーム来たら葵ちゃんがウキウキしてるって、ちょっと恋バナしてましたね。葵ちゃんのバク転見たらかなりメロメロな。葵ね、あの手首とか足首弱いからね、バク転できないんですよね。弱いの手首足首が。練習してた時期あったけど弱くてやめました。あいちゃん今24歳。はい、24歳になります。今イヤホンで見、今回はイヤホンで見てたのにセーフですって。二人に届けたい。
24に見えないだって。本当に何歳に見えちゃう？何歳だと思うかな？じゃあもっと飛んで爆中しらい。そう、そういうことなんですよ。違う、そういうことじゃない。無理。急に爆中は無理だ。側転はやってたもん。そう、側転ぐらいの勢いだったら大丈夫なんです。しかも、うん、一瞬で全体の体重かけちゃうから基本ダメっぽいです。側転ぐらいならできるんですけど、なんでなんだろうね。何が違うんだろう。でも側転もたくさんするとダメです。足首弱いからバクチンもきついんです。あ、そうかもしれない。足首ね、たまにね、よくずれるんです。めっちゃ怖い話してるけど、うん、ずれる時あるんですよね、足首。葵ちゃん生誕祭まで発表ないよ。ないですね。いつするんだろう。いつさせてくれるのでしょうか。体育部でバク転の練習してたやん。してた。めっちゃ痛かった、手と足。無理してた気がする。そうなのよ。なんかね、あの足ひねることもよくある。めっちゃひねっちゃう。ちゃんと歩かない、歩いたりしないとひねっちゃうんです。クリッて。今年パパ来るん？生誕祭？あ、どうだろう。日によるんじゃない？その日休みが取れたら。来そうだけど、まあ、休みが取れたら来るだろう。早く生誕祭の発表してほしいね。そうだね。生誕祭ね、いつなんだろう。早めにしたいよね。誕生日に近いがいい。あうちゃんピアスありがとうだった。昨日のかわいいあれありがとうね。今年は誰からお手紙来そう。誰だろう、全然わかんない。誰が書いてくれるんでしょうか。想像もつかん。全然想像つきません。母ちゃんかな。かな。葉月には出てほしいな。出てほしいな。去年の生誕祭の思い出以上かっこよかった。え、生歌だ。生歌ってか生声。生声だね。生声、音が出なくてびっくりしたね。あれから1年経ったんだと思うと怖いよね。違うユニットやってみたいんだよね。できるかな。え、なんかさ、ユニットを、いや本当にまだ日にちも決まってなくてメンバー向け決まってないかは分かんないけどさ、
今までずっとさ、あれな、思い出以上だったじゃん。私がもしさ、違うユニットやるよって言ったらさ、言った方がいい。生体院の方々お伝えした方がいいでしょうか。協力体制でやっていこうかなみたいな。お伝えあったがいいですよね。あった方がいいですか。大丈夫ですか。どちらにしましょうか。誰にどう報告すればいいでしょうか。難しいね。どうやってこれはどうやって、みんなどうやってやるんだろう。でもまだ何も決まってないんで、あの、わからないんですけれども、あ、匂わせロット、わかりました。匂わせってみるわ。難しい。塗ってとかまだ何も決まってないんで、決まってるかもしれないけど知らないんで、まあ、どうやって匂わせよう。やっぱこういう時にさ、握手会とかがさ頻繁にあればさいいのにね。似合わせ苦手そうって、もうその通りです。その通りなんですよね。とっても苦手、似合わせというものが。マジで。あ、クマさん、こだまマサヒロさん、ありがとうございます。どう匂わせよう。でも早めがいいってむずいな。まあ考えたかーった。なんかどうし迷うね。なんかどうしてほしいとかあったら、あの、どうしてほしいとかあったら、あの、 DM 送ってください。あの、一応インスタの DM は全部見てるので、あの、はい、誰か誰か送ってください。ああ、TikTok が開いた。違う、私はインスタを開きたかったんだ。
まずは無事に開催できることから祈って。開催はできるでしょうきっと。見てるの知らんかった。だってインスタの DM はねめちゃ見てるよ。みんなの DM かわいい。全部見れるんですよ。なのでムナカタフェスよりは後っぽいね。生誕祭が生誕祭ムナカタフェスいつだっけ。5か。それより前にできないかな。今どこまでコメント出てるんだ。31まで出てるかな。でもさ、それ過ぎたらさ、大阪だからさ、大阪終わりになるくない。そうなると3日まで出てるんだ。3日までか。だいぶ出てたね。だいぶ出てたね。なんでそんなに休館なんだ。3日まで休館ってことでしょ。じゃあ4日にありますように。4日にやりますよ。はなちゃんの生誕がようやく明後日だから。そうなんだ。ずれ、そんなにずれてんの。警報溜まってんのかな。警報どこまでやったんだ。警報全部やった。ババやったじゃんね、この前。じゃあ警報の公演が入れば、今度28やるじゃんね。なんでこの日じゃなかったんだろう。あれあれあれ。あ、まだ誕生日来てないからか。そういうことか。誕生日来てないからか。絶対そうだね。誕生日前にするということはないか。あー、いた。じゃあ、まあ次の発表を待とう。ムナカタフェスで生誕祭しちゃって。やばすぎ。
急にでかい生誕祭が28葉月おるのに、いやそれな、葉月おるときがいい、わがまま葉月おるときがいい、あんま葉月おるときないのにお誕生会明けがいいな。お誕生会っていつだ。マジ本当にさ、スケジュール把握しないのやめたがいいと思うよ私。うん。じゃあ4日の公演が制服の目であることを祈っときます。早めに。あ、博多誕生介護がいいって言ってるんか まあ早ければ早いに越したことはない。아이보고싶다나도보고싶어요한국에서行けるようになるっていう噂、あれ本当ですか。韓国に行きたい。ニュースで言ってたよね。진짜조조조르도는바로뭐한국어유명해졌다기울읽읽어보니네아どういうことだ조점조점도는読めるけど意味がわからん。ちょっと写真。あ、もうなんか流れるの早いよ。おりょん。단단어도잘읽나가れていくすぐもうやだ。読んでたら流れていっちゃうからさ、もう本当にさ、ちょっと待って。本当にちょっと待って、なんて書いてあったっけ。ちっちゃ、間違った。ちょうどんちょうじょんどぬんちょう
ああ間違った間違った。全部消しちゃった。間違った。もうめっちゃ間違える。みんなが教えてくれてるよ。あ、本当にありがとうございます。ある程度はすぐ読んでしまう。どの程度難しい単語も読んじゃいますね。だってありがとうございます。カムサミンダー。隣のバナナは青すぎる。おもろ。韓国語で書くとおもろ。最近キャンプしてる？してない。聞いたことあるかしら。あと20分だよ。だってほんまや、もう12時なんの。やば。ピアス送る。だってやった。送ってください。もうみんなが送ってくれるピアスでたくさん、毎日何をつけようか迷う。え、ショールームってさ、12時になると切れるんだっけ。切れない。別にそれは切れない。切れるのかな。なんかどんなだったっけ。この12時ギリギリまでやったことない。切れるんだ。ぶち切られるのね。じゃあぶち切られるまで放置しとこう。何でも着こなしそう。本当？そんなことないかもしれない。先に寝ます。おやすみ。ピアス今どんなのが欲しい。迷うな。私シルバー系が好きなんですよね。指輪とかも欲しいかも。めっちゃ言う。ブレスは。ブレス、ブレスだとつけないあんまり。ネックレスとか。ネックレス最近つけてない。夏になるからブレスとか欲しいかもしれないな。なんか夏になると寂しくなるんだよね、手首。中間テスト応援してください。頑張って。大変だ。テストはもう戦いだ。ゴールドよりシルバー。シルバーが好きです。私ブルベなんで。まあつけるんだけど、全然シルバーじゃなくても。
ゴールドとかもめっちゃつけてるのはつけてるんだけど、どっちが好きって言われたらシルバーの好きかもしれない。アレルギーはないです。鼻系のピアスとか好き？好きだよ、お鼻大好き。公演中すぐ腕まくるの葵ちゃんと葉月のくせよね。そうなの、暑くてねなんかまくっちゃうんだよね。あとなんかジャケットとかは私あんまね似合わないから、まくった方がバランスが良くなるんですよ。ヒアナが作ってくれたチームパープルのブレスレットまだつけてたりしてる。綺麗に飾ってありますあんまりつけるとさ、なんかもう壊れちゃいそうで怖い。指輪細身のとそうじゃないのどっちが好きなの？ゴツゴツなの好きかもしれない。意外と細身なのもつけるけど、なんかごついのつけてたりすることが多いかも。サイズわかんない、リングの。私もわかんない。顔大きい、顔指も入る、親指ギリぐらい。こちらになります。どうやってしたらいいのみんなこれ。むずいっすね、これマジ大きい。これどこの指でも入るんだけど、なんかそのなんかさ指の何号とかわかんない。でもね私ね太い方だと思うんだよね指細くはないの知ってる？ここの骨が太いの。これめっちゃでかいのマジで。まあでかくても使っちゃうよね。普通ってどんぐらいなの？13ではないけん11よきっと。なんて何そのなんかどうやって調べるのみんな。なんかメジャーとかもこの家ないっす。何なんもないこの家分からん。まあさちっちゃいより大きい方が入るじゃん。男性で13ぐらいだって。そうなんだ。男性で13。私この前までつけてた指はどこだったんだろうなんか撮影するっつって外してどっか、あ、ポーチの中か。サイズ測るやつ買って測った。そのサイズ測るやつがあるんだ。うちの奥さん9号だったと思う。あ、9号？9号って細いの？お店に行かなきゃ分かんない。まあの太かったら親指につけますてかこれもさ親指に入るぐらいのサイズなんだけどさ、人差し指につけてる。9入るかな基本。そうなの、なんかみんなの基本が分からん。
私11だってじゃあ11にしようかなおそれにしようかな。そういうのおそれとかじゃないの。薬指は9と思うよ。なので中指人差し指は多分11そんな違うんや。まあ、9か11じゃん。あ、まあ、でも違うわな。うん、人差し指が一番太い。あ、いや中指とあんま変わらん。でもさ、私さ爪はさこうするからさ、まあ、太くて嬉しいよ爪はごっついことあるからね。コメントが止まった。ま、じゃあ9か11ということで。ランキング読んであげて。あ、そうだね、あと10分だね先にランキング読んどこうか。10分で変わることなんてある？ある？ない？ある？じゃあ5分前とかに読む。5分前とかに読もうか喉渇いた。何も持ってこずに、なんかちょっとする予定だった、予定だったけど意外と喋っちゃったね。バターカップパン。ユニコーンって言われた。ユニコーンです。バターカップです。その上も名前あるんだ。バターカップです。どんがりコーンかと思った。だってまあ似てるっちゃ似てる。葵様もろ私のタイプなんです。ありがとうございます。嬉しいね。ビール飲みすぎたって。あ、酔っ払いがいます。いいね。私お家であんま飲まないんですよね。みんなと飲むのがいい。うん、バターカップ見るたびに葵ちゃん持ってるやつだって思ってるバターカップ可愛いでしょ。好きなのです。昨日飲めなかったんでいいだって。昨日の分も飲んだんだ。いいねゆいなちゃん飲めるまで HKT 言ってんの、ね、やば。ゆいなちゃん飲めるまであと10年
今ゆいな10歳だよね。あと10年、やっば。マリクルが二十歳になるまでいてね。マリクルあと何年だ、分からん。2年ぐらい、2、3年、まあ、もうちょいかな。ゆいなちゃんダンスはうまいみたいな。そうなんだ。なんかこうやってクラップしてて可愛かった覚えがある。ゆいなマリアあと2年だったら。2年か。あきちゃんと飲んだことある？ありますよ。2年か。もう2年であの2人が成人すると思うと怖くない？パリリとちゃんぽよぽよ。リトチャームね、ちょっと2枠いっぺんに開いちゃったんでね。ちょっとお待ちを。成人はしとるんや。でもさ、お酒飲める。あ、アラームです。びっくりした。アラームにめっちゃびっくりしちゃった。私いつも12時前にアラームかけるんです。5分前。びっくりしたよね。ごめんね。イヤホンだった？ごめん。めっちゃごめん。何のお知らせアラームかは、もうすぐ12時になるよっていうお知らせアラームです。毎日この時間になってる。ランキングのお時間でございます。13位にゃおいしい、12位いっちーさん、11位はっちゃん、10位こまねこマニアのじいさん、9位こういちさん、8位みむみむさん、7位まさきさん、6位ヘタッピさん、5位ダグエムバーシ、4位フルさん、3位コマンダーマサヒロ、こだまこだまマサヒロさん、2位ジャゼドシ、1位ケイスケさん、ありがとうございます。みんなありがとうね。ランキングのアラームかと思った。そんな器用なことはしないですね。みんなが教えてくれると知っているので。目がかゆいんですよね。じゃあまたみんな、フルッパーの TikTok 踊ってるの可愛すぎた。ほんと？よかった。次何にしようかな。まあ、単にこのブチ切られるまで私はやっとこうと。ルセラフィル踊ってほしい。はい。Would you like now?
バチバチだから、ポンポンポンパンチ。踊れるのよ、ずっと見てるから。なんか私一人でやる TikTok やるのあんま好きじゃなくて、誰かとやりたいんだよね。誰かと踊ります。だからあと2分だ、あと2分で切られます。あと1分だ。めっちゃカウントしてくれて、みんなおやすみ、またね、バイバーイ、ありがとうございました。いつ切られるかな。おやすみ。あと30秒ぐらいありそうだけど。バイバーイ。チャージャオ。すごい、みんなのありがとうとおやすみ。